ボネ・ボランゴ県は、インドネシアのスラウェシ島のコロンタロ州に位置する県。県とはスワワ。2003年に、法律番号6-2003に基づいて設立された。面積は1984.31平方キロメートルであり、人口は2010年時点で14万1721人だった。かつて、スワワには、王国が栄えたとされ、 4世紀頃に形成され8世紀頃まで続いたとされる。県は設立当初は4の軍からなっていたが、現在は17にまで増えている。2010年の調査では人口は以下のようであった。カビラ・ボーン軍のオレレビーチはゴロンタロ市から2 7トルの位置にある。道路状況が悪くゴロンタロ市からは1時間ほどかかる。このビーチは、 様々な巨大な多幸産後を見るのに理想的な条件となっている。オレレビーチの左方には50メートルの深さを持つ垂直の人形部が存在する。オレレビーチは強い流れから守られており、年間を通して昼夜問わずにダイビングを行える。オレレのダイビング地の他に、ゴロンタロナガンのバイラ村からバイランラ村の間に合計23のダイビングスポットが存在する。 ありがとうございます。